お待たせいたしました。マジカル未来2020企画展ステージテキストアライブ講座プログラミングコンテスト入選作品紹介ステージです。どうぞ。すみません、はい、皆さん、こんにちは、マジカル未来企画展ステージテキストライブ講座と、プログラミングコンテスト入選作品紹介にようこそお越しくださいました。私、自己紹介から、始めさせていただきます。加藤潤と申します。産業技術総合研究所で、主任研究員をやっておりまして、こちらに出ているような、開発環境プログラマー向けの、いろんな支援ということをやってきているんですけれども、そのゴールが創作支援ということで、動画を作ったりそういうことまで、含まれています。これまでやってきた研究で言いますと、マジカル未来ではこの初音ミクバースデーメッセージ企画で使われているソングルシンクという技術、そして、本日、主に紹介しますテキストアライブ、これらの研究をしております。こんにちは、三層研の後藤です。私は、1992年から28年間音楽情報処理というコンピューターで音楽のいろんなトピックを扱う、そういう研究開発を進めてきました。でその中で、我々は学術論文を今でも書いてるんですが、その学術論文で発表するだけではなくて、我々の作ってきている技術をいかに多くの方々に直接使っていただくかという、そういうことにも注力して取り組んできました。でその例えば一端がこちらのソングルお願いします。はい、こちらのように190万曲を自動解析できるソングルというサービスだったりとか、こちらにボカロ楽曲を自由に自在に視聴できるソングリウムというサービス、さらにはこちらの歌詞アニメーションを手軽に作れるテキストアライブというサービスや、音楽発掘サービスキーテ、これは昨年クリプトンと一緒にプレス発表してマジカル未来でもご紹介させていただきました。こういうのはいろんなサービスの形で直接我々の技術を使っていただくということを取り組んできました。その中で今日はこの左下の歌詞アニメーションを手軽に作れるテキストアライブと、さらにその発展というところをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、ここから、パート1、前編後編みたいになってまして、前編はまずテキストアライブと、その関連技術についてご紹介します。でテキストアライブそのものの話に入る前に、まずそもそもそのテキストアライブで作れるリークビデオはどういうものなのかということを、これまでのマジカル未来での活用例をご紹介しながら、見ていこうと思います。一つ目はマジカル未来2018のライブで使われておりますディベラ様のミーティアという曲の、ミュージックビデオです。この上に出ているものなんですけれども、このように、歌詞がその発声される、声が出るのと同じタイミングでタイミングよく文字が出てアニメーションしてます。背景のアニメーションもビートとかに同期して、こう気持ちよくいいタイミングで出るアニメーションするようになってます。で、先ほどが2018で、去年2019年は、ルナ様のメインキャラクターという、曲の、ミュージックビデオで使われています。この下がテキストライブで作られたもので、その後それをさらに作り込んで、上のものが実際のライブで上映された内容となっております。このようにテキストアライブで作れるリリックビデオというのもですね、結構基本的な、動きのものもありますが、それをさらに作り込むといったこともできるサービスです。で、あとはですね、去年は、ビッグヘッドさんの、企画展ステージで、やはり使っていただいていて、これはビッグヘッドさんが DJ をやってるんですが、後ろの VJ の部分で、彼の、楽曲のこのリリックビデオがタイミングよくやっぱり出て、かなり盛り上がったステージでした。このようにリリックビデオというのは、歌詞が音楽と合わせてタイミングよく出てくるというビデオなんですけれども、テキストライブはそれを手軽に作ることができるウェブサービスとなっています。で、手軽にと申したんですけれども、どれぐらい手軽かというと、テキストライブでは基本的に楽曲と歌詞を指定すれば、そこからすぐにリリックビデオが作れて編集できるということを特徴にしています。でこれはウェブサービスということなので、この URL に行けばどなたでも、実際にアクセスして、リリックビデオを作って楽しむことができますので、ぜひご興味ありましたらお試しください。それで実際にどうやってそのテキストライブでリリックビデオを作っていくかなんですけれども、基本的には3ステップです。最初に、音楽を選んだり、あるいは、クリエイターの方でしたら自作曲の MP3 ファイルを、アップロードすることができます。
その後、歌詞を指定したり、まあ、歌詞を入力したりして、その後は実際に動画の制作にすぐに入れるというふうになっています。でこちらはあの実際にデモを、ライブデモをしていこうと思いますので、ブラウザに切り替えます。はい、これ今本当にインターネットにつながっている普通のブラウザなんですけど、この楽曲をまずは探すところでですね、もう今回はこの URL を決めているので、これを、この音楽を開きます。そうすると、まあ、ちょっと時間がかかってこの、まあ、いろんなデータを読み込んだ上で、これ再生ボタンがついてまして、もうすぐに、ミュージックビデオが流れます。で、あの右側にパネルがあってですね、あのいろいろと調整できるパラメータがあるんですけれども、まあ、例えばこれ歌詞のテキストに使われているフォントを変えたり、もうこれだけでかなりいろんな雰囲気になりますよね。しっとりした曲だったらもちろんあのしっとりめの明朝体とかがおすすめなんですけれども、テキストの色なんかもここですぐに変えられます。ちょっと見にくくなっちゃいました。まあ、こんな感じでですね、あの左で、まあ、動画を見ながらすぐにその内容を変えていけるというのがこのテキストライブの特徴となっています。でこうやって作った、動画をですね、まあ、保存してテキストライブ上で保存すると、動画のページができるので、その動画のページで、自作曲の MP3 だったらもうそれから、すぐに動画をダウンロードできるようになっています。でこれはあの本当にクレーターの方がそこからすぐに、ダウンロードした MP4 を、YouTube などやニコニコ動画などに掲載して、宣伝することもできますし、もしあのもう少し凝りたい、作り込みたいという場合はあの Adobe のプレミアとか、まあ、いろんなツールを使ってあの動画を作り込んでから、まあ、実際にこう掲載して PV として使うということもできるようになっています。で、まあ、このテキストライブなんですけれども、あの継続的に開発を続けているところでして、例えば今年の、頭1月にはこれあのリリックビデオと言いつつですね、リリックがないあの曲でも動画が作れるようになりました。これあのリリックを指定したらもちろんあのこの右みたいに、歌詞がタイミングよく出てくるんですけど、あのそれだけじゃなくて単にその楽曲を入力しただけの状態でも歌詞なしであのタイミングよくこうやってアニメーションが楽しめるというふうになっています。このスタイルを3つ今年の1月に追加しました。で、その後はですね、8月にさらにこういろんなスタイルというのを追加してまして、このスタイルの実はプログラミングはあのダニエルさんというクリエイターの方にお願いしているんですが、このキュート、エレクトロニカ、ジャズというスタイルが追加されていて、もうあの基本的にはこう同じ曲でも違うスタイルを割り当てると全く違った雰囲気の動画が楽しめるんですね。あのここもせっかくなのでライブでもしたいと思います。同じ曲なんですが、この下のパネルにサムネイルが出ているので、ここをクリックしたら、あ、本当にこれぐらいの、カジュアル感で全然違うスタイルの、リリックビデオを楽しめるんですが、あ、元に戻ろうしてしまった。まあ、このようにですね、あの同じ曲でもどのスタイルがいいかっていうのはやっぱりあのもちろん曲によっても違いますし、あの個々の人の好みによっても違うと思うんですよ。それがあのこれテキサライブであれば、あのいろいろと試しながら自分好みの、 あの動画を、まあ、作ったり、見たり楽しめて、しかも例えばこれだったら、背景色をもうちょっとポップな感じがいいですよね、まあ、こんな感じに変えたりとかってあのいう風にして楽しめるというものになっております。しかも今日はご紹介しないんですけど、タイムラインでしっかり作り込みたい方はフレーズごとに違うものを割り当てたりとか、そういったことも可能になっているのがポイントです。あ、そうですね、あの今こうやってお見せしているのはあの1曲通してもう動画がその場で瞬時に生成されているというか、そのこの場でレンダリングしているんですけれども、この中の特定 の、 あのフレーズとかサビだけは違うスタイルにしたいとか、そういったこともあのこの動画を保存するの後、出てくる動画編集画面で、行うことができるようになっています。で、はい、そうですね。で、まあ、我々がなぜこういうテキストアライブというサービスを公開しているかなんですが、あのもちろん我々は学術研究目的というのもあるんですが、それ以上にやっぱり皆さんにこういう技術を直接使っていただきたいという思いでこれを作っています。で、今のような歌詞のアニメーションですね、リリックビデオのような歌詞が踊るって我々よく言うんですけど、ああいうものを作ろうと思うとあの非常に手間暇かかるわけですね。一文字一文字のタイミングを普通だったら手で指定して、しかもそこに演奏を割り当ててということで、なかなかああいう表現を作りたくてもできない場合があったと。でそこを今回は、まあ、音楽理解技術の力で実際に歌詞の一文字一文字がどこで歌われているかっていうのを音楽の信号を分析して、それに基づいて自動的に推定する仕組みが入っています。でさらにあのビートに合わせてこう動くような仕組みも裏側に入っていたんですが、まあ、そういうビートを検出するようなそういうのを一連の技術を我々は音楽理解技術というふうに名付けて、まあ、今までずっと長年研究しているんですが、そういう研究成果がこの中に詰め込まれています。
で実はそれだけではなくて、あの今のビデオのように流れていましたよね。でもあれは実はビデオをテキストアライブは配信しているわけではないんです。すべて皆さんが開いた時のそのブラウザの上で計算されて、その場で描画されています。なのでだからあれだけ手軽にいろいろ加工ができるわけですね、ビデオじゃないから。でその部分を可能にするのが、まあ、このプログラミング環境技術というもので、あのここではライブプログラミングという、まあ、先進的な研究開発成果が入っていまして、あの今日はちょっとご紹介してないんですが、プログラムのソースコードを横に出しながらソースコードを書き換えると、その場で左のアニメーションが書き換わるみたいな、それがリアルタイムに反映される、そういうような技術も裏側には入っています。そういうのはいろんな新しい技術を投入することでこういうサービスが可能になっていて、まあ、しかもそのサービスを、まあ、実際皆さんに使っていただくということをが我々の非常に大きなモチベーションの一つにもなっています。あのここにいる加藤とかですね、よくあの後藤さんテキストライブでこんな面白い作品とこんな作品が出ましたよって教えてくれて、おーいいねみたいな感じでよく盛り上がってるんですが、皆さんにこれを使っていただいて実際にあのいろんなところで皆さん公開しているのを見れるのは本当に嬉しく思っています。あの本当にこう我々研究している論文書くのが主な仕事みたいになりがちなんですけれども、こうやってサービスとして展開して皆さんに使っていただいている様子を見ながらですね、僕もインスピレーションをいただいてます。でこうやっぱりツールの使い方ってツールを作った人を超える部分があって、その自分のその発想にない、なんかこういうエフェクトと組み合わせたのかとか、そういう部分を見ながらですね、あの次々こう僕の場合はやっぱ研究のモチベーションが湧いてくるってところもありまして、あのぜひなんかこうこのツールテキストアライブというものについてこうフィードバックをいろいろいただければあの嬉しいなと思ってます。でこうやってあの研究をどんどん続けてきてるわけなんですけども、今回の実は味噌というか本丸の部分はここから先でして、あのリリックビデオの次に来る取り組みとして我々が位置づけているのがリリックアプリになります。でここからはリリックアプリの、まあ、プログラミングコンテストにつながる話に入っていこうと思います。でまず、このリリックアプリを実際に見ていただきたいと思うんですけど、またウェブブラウザに切り替えます。もうこれあの普通にサンプルコードが GitHub で公開されているので、プログラマーの方でしたらすぐに行っていただければいいんですけれども、これを開いて再生をクリックしますと、まあ一見あのリリックビデオ的ではあるんですが、こうまあマウスで動かすとちょっとこうグリグリ動いたりしますよね。あのインタラクティビティがあるんです。でさっきまでのテキストライブだと、まあやっぱり2次元の表現にこう結構限定されるんです。これはあのダニエルさんプログラマーの方があの自分の好みのライブラリと組み合わせてこういう映像表現を作ってらっしゃいます。まあ、このようにプログラマーの方にこうより選択肢が広がった形でこのまあリリックアプリというものを作っていただけてるんですが、このリリックアプリというものが実は世界初の概念というふうに我々思って提案しております。あの音楽に合わせてタイミングよく歌詞が動く動画がリリックアプリ、あ、リリックビデオでしたが、これは音楽に合わせてタイミングよく歌詞が動くアプリケーションです。であの一番右下を先に紹介したんですが、他にもいろんなサンプルコードがありまして、この真ん中はですね、歌詞がマウスに追従する作例というのもあります。これもぜひデモ動画デモをしたいと思います。これは実は後藤さんがお気に入りでして、あの今ここでご紹介しているのはすべて皆さんがもう直接パソコンとかスマホで体験できますので、後でもしよろしければぜひ体験していただきたいんですけど、あのもうちょっとこれ今立ち上げがこういうふうになってますが、あの後でですね、あの本当にリンクですぐにあのコンテストの後ほどご紹介するコンテストのサイトからも試してみることができます。はい、失礼しました。気軽に試せます。ちょっと URL を打ち間違えて起動できなかったんですけど、あの普通にこのウェブサイトにアクセスすればすぐに起動して試せるのがリリックアプリです。これ今僕がマウス動かしてます。楽しいです。あのこれですね、やってる本人はむちゃくちゃ楽しいんですが、見てるとただのビデオに見えちゃうかもしれないですけど、あの自分で動かすと自分の指に追従してこの歌詞が追いかけてくれるんですね。なので指をグッと動かすとなんかすごいスピードで歌詞が追いかけてくれて、なんかこうこれはあのちょっと体験しないとこの本当の感動が伝わらないのはもどかしいんですが、あの すごい感動するんでぜひやってみてください。あの今までやったことのない体験ができます。歌詞と
なんか自分がこうインタラクションするっていう、それがまさにこのアプリで楽しめますので、ぜひあの無料でお試しいただければと思います。なんか曲の最後にはもう本当に自分で作ったマップみたいなのができるってイメージですよね、今のは。で、こういうリリックアプリなんですけど、これあの開発者の目線で見るとですね、やっぱりタイミングよく文字を出してみたりとか、そもそもそのどのタイミングで歌詞を出すのかみたいな情報を取ってくる、まあ、その計算するみたいなのってものすごく大変なんですよ。で、そこで我々はこの誰でもリリックアプリを開発できるように API を一般公開しました。これがあの9月の出来事で、ちょうどあのプログラミングコンテストと同時になります。で、ここに書いてあるように、あの基本的にはですね、 JavaScript ができれば、このテキサライブアップ API を使って今みたいなアプリを、プログラミングすることができます。で、今日ちょっとあの時間がないので、実際のその作り方のチュートリアルみたいなのですね、リリックアプリ開発ことはじめっていう、動画を別に YouTube とかニコニコ動画に上がってますので、こちらをぜひご覧ください。で、まあ、そもそもこういうそのなんで、皆さんにこうやってアプリを作ってもらえるように API を公開しているか、その我々が、目指している世界みたいなことをちょっとお話したいんですけど、まあテキストライブでもともと支援できていた主なターゲットってやっぱり楽曲制作者の方、動画制作者の方だったんですね。その音楽に合わせてタイミングよく、歌詞が動くようなそのビデオを作るための環境として最初はテキストライブを設計してたんですけど、まあ、僕のその本職としてやっぱりプログラミング支援みたいな部分もありましたし、プログラマーの方のクリエイティビティをどう伸ばしていけるかということはやっぱり僕にとってもすごく大事でしたし、こう僕らにとってやっぱりさまざまな人がクリエイティビティを発揮できるっていうのはかなり大事なコアコンセプトになってます。で、この図を見るとですね、左側に視聴者っていうのが書かれてるんですね。で、視聴者のクリエイティビティってあれって思われる方がいるかもしれないんですが、我々はその音楽を楽しむ視聴活動の中にもクリエイティビティがあるというふうに考えています。実際に昨年クリプトンさんと一緒に発表したキーテというサービスでは、そうやって視聴者の方々が音楽を見つける、発掘する時のクリエイティビティとかにフォーカスを当てまして、まあ、もちろんプレイリストを作って共有するっていうのもその一端だと思うんですが、それだけではなくて音楽推薦エンジンをキーテの上では自分でこう育てることができるんですよね。この自分の感性みたいなものを、その音楽を見つける力を育てて、それを他の人と共有してっていうふうに、まあ、ある種その音楽を見つける力を発信することもできますし、聞いてカフェという今年始めたサービスでは、まあ、バーチャルのカフェの中に皆さんでこう集まりながら自分の推し曲とか自分の好きな曲をみんなで共有しながら、そこの場で新しく音楽をみんなで見つけてくるような、そういった非常にクリエイティブな活動だと思うんです。だからそのクリエイティブっていうのは必ずしも作品を作るというだけではなくて、その周辺にもいっぱいいろんなクリエイティビティというのが広がって、それによってこの文化が発展していくという、そういう世界を目指しているというのがこの図でお伝えしたかったことです。はい。ではまあこういうその結構幅の広いですね、未来の描いていて、その中の取り組みとしてテキストライブとテキストライブアップ API というのがあるんですけど、まあ、ここからもうちょっとテキストライブに絞って、この未来の話をしたいと思います。で、まあ、まずですね、テキストアライブ、まあ、先ほどもちょっと言及したんですけれども、いろんな人が音楽動画を作って楽しめるような世界を、まあ、これでまず実現したと思ってます。で、音楽のクリエイターでしたら自作曲の PV を、まあ、割と手軽に作れるようになったと。で、実はですね、今回、触れる、まあ、ここで初めて触れるポイントなんですけど、今回発表しているこのリリックアプリにも同様の仕組みがあります。これはまだ一般向けには未リリースで、テキストライブの本サービスのサイトには入ってない機能なんですけど、開発者向けにはすでに公開してて、この上に先ほど紹介したアプリが出てますが、実は下の方にスクロールダウンすると、さっきビデオ作ったの時と同じようなカスタマイズ用のスライダーとかが出てるのがお分かりいただけるでしょうか。これもですね、ちょっとだけ、デモします。これがその画面なんですけど、これ先ほどの同じダンスするアプリです。これが、まあ、例えばですね、こう曲によっては、まあ、フォントはゴシックじゃなくて明朝がいいなとか、モデルがですね、これ今カンナっていうテキストライブの、実はキャラクターがいるんですが、そうじゃなくてやっぱりミクさんがいいですよね。今回はこういう風に変えられたり、あとは、背景色もちょっとミクさん色にしましょうかみたいなことがすぐにできるようになっています。つまりこれまでアプリを開発しようと思ったら、
基本的にはプログラミングできないと、難しかったわけです。ただこの仕組みを使うと、つまりテキストライブ の動画を実際に作るような仕組みと同じような形で、プログラマーじゃない方でもアプリをその自分の好きな曲で、自分の好きな演出で、自分の好きなそのカスタマイズした形でこうやって作ったり公開したりできるようになると、そういった仕組みを、今まさに、絶賛開発中というところで、それでちょっと未来の話という、言い方をしたんですけども、というふうになっています。今お見せしたように、この普通の画面の下に、編集するような、スライダーがついたりするという、これがそのうちですね、テキストライブの本サービスのサイトに組み入れられると、僕が頑張ればですけど、なので、ちょっと頑張っているところです。で、リリックビデオはもっとアプリは両方ともそのか、歌詞のタイミングに合わせていろいろ演出をするというところは共通です。ただやっぱりビデオ と、違うのは、アプリってこうその人がアクセスしているその時々で全く違った演出ができるんですよね。さっきのは自分の、好きなようにそのカスタマイズするって話をしたり、あとはマウスのカーソルでって話しましたけど、時刻で演出変えてもいいでしょうし、GPS の信号をもらってどの地域でアクセスしたかによって変えてもいいかもしれないし、そういうそのいろんな可能性がやっぱりアプリにすることで広がるというふうに思っていて、これでこうプログラミングでこう音楽と歌詞の魅力を引き出したいというふうに考えているところです。でこれは、クリエイターの方視点でいうと選択肢が増えたというふうに、考えていただけると嬉しくて、今までもこう歌詞カードで、歌詞を読んで楽しむということはあったと思います。で音楽をリリースするときに、歌詞カードと一緒に、アルバムをこうリリースするということもあったでしょうし、リリックビデオ、PV ですね、 PV をリリースするということもあったかもしれません。同じように楽曲をリリースするときに、PV ならぬ PA みたいな、そのアプリをリリースするっていうような形で、こうプログラミングをより活用いただけるような形にできないかなというふうに我々考えていまして、こうやって音楽とプログラミングの未来を、皆様と、こうやってご一緒に、作っていただきたいなというふうに思っているというところです。はい。で実際にこの図の一番右側のテキストアライブアップ API というのを、我々研究開発をしている中で、伊藤さんにちょっとお見せする機会が、リリース前にお見せする機会があって、伊藤さんがすごいこのビジョンに感動してくれてですね、これは未来だと、これをぜひ皆さんと一緒になんか盛り上げたいということで、伊藤さんがこれはマジカル未来でプログラミングコンテストをやらせてもらえないでしょうかって、やったらいいんじゃないでしょうかというご提案をいただきました。で我々も非常にそれを喜んでですね、これはマジカル未来の機会にちょうどタイプクリエイターの祭典のこの場にまさにふさわしいコンテストになるだろうなということで、一緒にじゃあやりましょうということで、クリプトンさん企画のプログラミングコンテストというのが始まりました。でそれが実際皆さん今回集まっていただいたように、9月に我々がこれをアナウンスして発表されているわけです。ではここからですね、その実際にプログラミングコンテストの発案いただいた伊藤さんにご登壇いただきたいと思います。伊藤さんよろしくお願いします。はい、というわけでここからは伊藤さんのコーナーということで、このプログラミングコンテストを主催された伊藤さんから結構リリックビデオの下りもリリックアプリも下りも結構説明しようと思ったら本当に1時間以上とかかかるのを結構ギューッと圧縮して後ろで見てたんですけども、かなりはしょってすごく頑張って説明されたなという感じはしました。本当にお疲れ様でした。早口ですいません。それでですね、今後藤さんからご紹介あった通りですね、マジカル、皆さん今参加されているマジカル未来ですが、ページめくってください。いろんなクリエイターの方々、音楽、いわゆるボカロPさんだけじゃなくてイラストを描く、絵師さんだったり、もういろいろですね、本当にコスプレもそうかもしれないし、もういろんな形 の、 クリエイティビティを皆さんが、ここで、発揮をするという場所だと思ってます。で、過去にもいろんなその、ワークショップ等を行って、いろんな形でその、創作体験をすると。だからマジカル未来は僕初音ミクはじめコンサートです。でもそれだけにとどまらず、ここでいろんなことを体験していただいて、なんか作るって面白いね、自分も作ってみようかっていう、そういったその機会にしたいなと思って、開催しています。で、先ほど後藤さんからお話しあったテキストアライブアップアップ API、 これを作ると扱うと、なんだプログラマーもこの創作文化に参加できるじゃん。でそういったその、あと多分ですね、皆さんの中には絵を描くのもちょっと、でも音楽も作るのはちょっと、でもめちゃめちゃプログラミング好きなんですみたいな方ってすごくいらっしゃると思ってまして、そういう方々にぜひ参加して、その先ほどのリリースの時に PV の PA みたいな
ピエじゃないと MV ならぬ MA みたいなえと形でその音楽をリリースするときに一緒にするだとかっていうようなことも今後できてくると面白いなと思ってまして、そのためにマジカル未来の中でプログラミングコンテストをしようということに、まあ、なりました、はい、めくっていただいて、でまあ、この、 プログラミングコンテスト の、 内訳なんですけども、当然先ほどご紹介加藤さんからご紹介いただいた、テキストライブアップ API を使って、作品を募集するというコンテストです。でそれに対それにあたってですね、まあ、曲はですね、マジカル未来の過去の3年間 の、 テーマ曲、こちらを各、クリエイターさんに許諾を取りまして、こちらを使わせていただくことになりました。でこの3曲をテーマに、まあ作品を作りましょうということがこのプログラミングコンテストの、お題です。はい、で、まあ、もうオプションは終わってしまったんですけど、9月の、中旬から11月の頭にかけて、1ヶ月半ほど募集をさせていただきました。はい、で、まあ、ですね、結局31作品集まったんですね。プログラミングコンテストって結構敷居が高いので、作品数ってどうでぐらい集まるかってすごく不安なところもあったんですけども、結構すごい数が集まりまして、本当に感謝申し上げます。で、今日11月27日に、昨日ですね、入選作品を、発表いたしました。10作品を選びました。そして、早速昨日からですね、ユーザー投票を、開始いたしました。で、まあ、1人1票っていうのを担保するためにですね、今回ミクナビの方で投票 1人1回だけ投票できるという形でその投票を受け付けております。では早速10作品を見ていきたいと思いますので、はい、はい、じゃあ加藤さんよろしくお願いします。はい、わかりました。エントリーナンバー1番から順番にご紹介しようかなと思っています。で、こちら、エントリーナンバー1番はリリックシューティングというタイトルで、エスパリダさんの作品です。で、見ての通りこのミクさんが下にいるんですけれども、ちまちま動いてまして、この、まあ、薄にカーソルを動かすとキャラクターが動いて時期が動いて、まあ、シューティングができると、音楽聴きながら、シューティングが楽しめるようなものです。これ分かりますかね、サビになるとキャラクター変わるんですよ。で、もちろんこれ文字が色が違うんですけど、これ携帯素解析の結果使ってて、赤いのはスコアが高いみたいな、そういう挑戦も入ってます。こうやってゲームとしてリリックアプリを作ってくださった例ですね。これやっぱりリリックビデオと全く違うのは、これビデオで見ちゃうと同じように見えるんですが、実際触ってみると本当にこう自分で動かしながら、まあ、リリックアプリならではのですね、表現ができているところがすごい魅力的だなと思いました。これ実際球を打てるんですね。やっぱりゲームは相性いいですよね。そうですね、やっててもなんか楽しい感じがすごく、僕もちょっと触りましたけど楽しいです。これを触ってみて、そうですね、これコンテストのサイトにこの普通に動画も載ってるんですけど、パソコンとかでアクセスしたらアプリを試すっていうボタンが出てくるので、それで試せます。というわけで本当にやらないとわからない、良さがわからないみたいなところがあるこういうアプリですけれども、早速じゃあ2つ目いきましょうか。はい、エントリーナンバー2番はミナッティさんで歌っていただいたというものです。どういうことなんでしょう、歌っていただいたというのは。真ん中にキャラクターが出ております。お分かりいただけたでしょうか。キャラクターに歌っていただいた、まあ、この場合ミクさんに歌っていただいたということになってます。で上にですね、いろいろとスライダーがあったりして、こう、まあ、歌詞が出てくる、まあ、ポジションを調整したり、タイミングがちょっとずれてるなと思ったらそれを出すタイミングを、ずらしたり、あとはそもそも楽曲を指定するための入力ボックスがついてて、課題曲以外でもその曲で、リリックアプリとして楽しめるみたいな仕掛けがあったりします。あとですね、左側にパネルが3つありますが、
あのこれであの違うキャラクターにしたりできます。おサビになったら豪華になりましたね。そうですね、こういう風に、まあ、音楽の解析結果がテキストアライブのアップ API を使うと自由にこうアクセスができてですね、それに基づいてこうやって演出が変えられるというのを効果的にこれは使っている例ですね。あと今これ視点をいろいろ変えてるんですが、これも自動ではなくて自分でこうマウスでインタラクティブにできますので、これもやっぱり直接触っていただけると非常にこの魅力が引き立つと思います。結構これすごく完成度があすごくなんかあの凝って使われていて、あのキャラクターが選べるんですよね。であと曲も選べたりとか、なんかいろいろパラメーターがなんかあの自分でカスタマイズできるようになってるみたいです。なんかキャラクターもあのご自身で作られたみたいで、あのチーム応募でしたかね、あの自分たちのチームで作ったキャラクターをこうやって入れ込んできていて、あのなかなかすごいなと思いました。ということで、じゃあ3つ目ですかね。はい、3つ目は、前さんで打ち上げ花火という作品です。はい、あのなんとなくご想像できたでしょうか。でですね、あのこれ花火なんですよ。今回のマジカル未来のテーマ祭りでしたよね。祭り感あるなと思って、あのすごくいいなと思いました。それであのこれあの中でですね、これフォントを変えたり、あの色を変えたりとかって、やっぱりあのユーザーが自分でその好みの花火を打ち上げるようになってて、その単にこう曲に合わせて何か出てくるだけじゃなくて、こう、まあ、それをさらに自分好みに楽しめるよっていう工夫が入ってます。今色が変わりました。これも一見インタラクティビティないように見えるんですけど、後で触っていただくと分かるんですが、あのクリックするとですね、自分で花火を打ち上げることもできてですね、なんかそういうちょっとした演出みたいなのも入っています。あとやっぱこの文字の歌詞のタイミングで実際にあれが下からファーッと上がってきて、こうなんですかね、歌詞のタイミングの瞬間に開くっていうような、そういうところもちゃんともちろん作り込まれてるっていうのはいいなと思いました。なんか普通になんか見ててあの面白いっていうか、あのなんかあの音楽をかけたときにこれが出てくると、まあ、なんか普通に見ちゃうなっていう、オーソドックスですけども、すごくなんか楽しい感じがしますね。そうですね、なんか技術的に見てもこう、まあ、文字がちゃんとドットになっててこうわらわらって出てくるところとか結構凝ってると思いました。あのパソコンでぜひ体験いただきたいと思います。はい、では、エントリーナンバー4番ですね。あ、飛ばした今、すいません、4番です、ノルゼさんで MM マッパーという作品ですね。これはですね、ちょっと一見なんだかあの、まあ、バーチャル空間に何かがあるっていうのがお分かりいただけると思うんですけど、これはあのこのバーチャル空間の中にプロジェクターを、置いて、バーチャル空間でプロジェクションマッピングを、楽しむというちょっとメタな、構成の作品になってます。でこの、まあ、この曲であればこうやってボックスが8つ出ていて、まあ、そこに、それぞれプロジェクションをしているという形になっているんですが、実はこれ編集っていう、インターフェースがありまして、こうやってあの、まあ、当然そのバーチャル空間でもこういろんな構成コンフィギュレーションを試したいと思うんですが、そういうそのどこにどの文字をどういうふうに出すかっていうエフェクトの編集みたいな機能もついてます。これまあプロジェクションマッピングに使うのが前提になっていて、このプロジェクション用の画像を別途こう見るモードもあるんですね。そうするとそれを実際にプロジェクターで映すと、実際の物体にこういうふうに映せるっていうような、そういうことを狙った作品になってます。 ある意味シミュレーターですよね。そうですね、そこがすごい、このプロジェクターモードってにすると、あの1個、別窓が立ち上がって、あのその上に、まあ、この投影するべき、内容が出てくるので、それをあのプロジェクターのウィンドウに割り当てれば、あの普通にこうやって楽しめるんですね。これシミュレーターでもあり、なんかこの、まあ、短い間でなんか新しい、なんていうんですかね、創作環境というか創作実行環境みたいな、なんかそんなものまでなんかできてるの、ちょっとびっくりしましたね。そうですね、そうですね。でこれあの今はこの曲流してるんですけど、3曲それぞれに全く違った、プロジェクションマッピングのコンフィギュレーションが用意されてるので、これはぜひご自身の目で確かめてみてください。はい、では次、5番ですね、ヒッタイトさんのタイランドボックスという作品です。
はい、ということで、まあ、結構この 3D っぽいものがわーっと出てきましたけど、奥行き感のある演出ですよね。でこれ実はフレーズごとに違う文字の出方をするというかなりの凝りようでして、ちょっとじゃあ先に飛ばしますね。これ今緑じゃないですか。ここからはボカロそれぞれのテーマカラーが出たりします。これやっぱり飽きさせない工夫がいろいろ入っているところがポイントでして、まあ、その今こういう演出のパターンが出てくるんですが、まあ、こうしたものをちゃんとこう音楽の連動する部分と組み合わせながらですね、いろいろ出しているっていうところが非常にいいなと思いました。気持ちいいですよね。なんか遠くからなんか でかい画面で見たい。確かにこれでも実装としてもよくできてて、実はスマートフォンでも動作するんですよ。でスマートフォンの場合はスマートフォン用にというか、まあ、そのちゃんと文字が見切れないようにしているような配慮もあって、その辺もかなり配慮された作品だなと思いました。やっぱりこうパソコンでも動く、スマホでも動くみたいな、その辺のこうデバッグって結構大変なので、まあ個人的にはプログラマーとしてはおお頑張ったみたいな感じがしてます。はい、であとこれは 3GS っていう 3DCG 用のライブラリを活用してるんですけど、まあ、この作品に限らずですね、結構皆さんいろんなライブラリを活用して作品を作ってくださってます。それが API で提供しているならではの新しい部分ですね。そうですね、プログラマーの人が自分の好きなものを組み合わせるっていうのはやっぱりいいところだなと思います。で、次エントリーナンバー6番です。キャットリーさんですかね、リリックトレイルという歌詞の、まあ、足跡というかそういうようなタイトルです。これ実は、外国からのエントリーだと思われます。テキストも、英語で送られてきてました。で、まあ、マウスのポジションによってちょっと、まあ、画角が変わったり、まあ、するんですけど、まあ、基本こう右から左にこうテキストがタイミングよく流れてくるようになっていて、でこれがですね、ちょっともちろんサビで交換になったりもします。この周りがカラフルになるんですよね、サビで。はい、確かこの後だったかな。ちょっとお見せしたいところがあるので、はい、でですね、これ今マウスをちょうどクリックしてこうグーッと掴んでるところなんですけど、これはトレイルっていうその要するに足跡的なそのパスを掴んでグッと動かせるようになってます。さっきちょっともう一回やった方がいいかな。こうやって掴んでるんですね。掴んで動かしてるんです。これもやっぱりやってみないと分かんないんですけど、その曲のその部分でその流れてるのを止めて右とか左に動かして好きなところにこう出せる、そういう仕掛けが入ってます。これ本当にこれすごい気持ちいいんでやってもらいたいんですよ。こう流れてるところをパッと掴んでその箇所なんかグリグリ動かせるみたいな、なんかそういう感覚が得られるものや、その飼育っていう概念を今この中で行ってるっていうところが面白いですね。はい、僕これなんか僕の環境ちょっと動かなくてでもなんか今ちょっと初めて見ましたけど、でもすごく気持ちいい感じがしますね。はい、なんかちゃんと色もなんかつけてるのもすごく、そうですね、そんな感じです。はい、次は、群生系パセリさんですかね。リリックタイパーという作品です。タイパーというのは、まあ、このタイピングするという感じです。今ちょっとお分かりになりましたかね。このアーティスト と、リリックスみたいなこの辺が前面に出てるテキスト部分がこう一文字ずつカッ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 とタイミングよく出てくるようになってます。マウスを動かすとこの前面のレイヤーが、まあ、ちょっと角度が動いたりして、まあ、それも楽しいんですけど、前面だけじゃなくて実は後ろにこうやってカラフルなこの歌詞のストリームがあって、まあそのまあ、前と後ろのその2つのレイヤーをまあ同時に楽しめる、構成になってます。でこれは、もうちょっとするとこれもサビになると演出がガラッと変わる感じになりますね。もう少しですね。
やっぱり後ろにある部分がこうすごい加速するとかなり疾走感がそれだけでも出ますよね。まあ、で色がこうこれだけあの色々と変わってくれるとなんかそれだけであの結構飽きないというか、あのまあで色彩 の, あの配色的にも結構工夫されてるなと思いました。でこのなんか手前の歌詞と後ろの歌詞がこう両方で表現されているっていうのが、まあ、意外とこういう作品っていうのは少なくて、まあ、そういう意味でも面白いなというふうに思いました。そうですね、後ろだけでもいいような気がします。そう、後ろだけでも魅力的なんですけどね。なんか私はなんか両方重なってるところが面白いなっていう、あのやっぱり後ろは後ろでその場 の, あの歌詞が分かるっていうの良さがあるんですけど、前のこの普通のある意味歌詞カード的な部分ですね、これがあるおかげで全体像が見えながらあの楽しめるっていう良さはあるのかなと思いました。で、次の作品はエントリーナンバー8番、光粒子と言葉の海で、カクさんという方の作品ですね。で、こちらは、まあ、最初にこういう曲と、まあ、アーティスト名が出て歌詞が出てきます。お気づきでしょうか、下にですねこの光、まあ、棒があるんですけど、これはあのピアノロールになってるんですよ。でもうちょっといくと分かるんですけど、あのこれ自分でピアノロールをコントロールできるというモードがついてます。まあ、ピアノロールというかピアノの鍵盤ですね。鍵盤ロールじゃないか、ピアノの鍵盤になってる鍵盤です。1オクターブ分の鍵盤が出てて、はい、あのさっきあの星がピュッピュッて出てました。あれあの自分でキーを打つとああいう風にピュッピュッて出るようになってるという感じです。であの、まあ、当然こうやってあの曲 の, あの展開に合わせて自動的にこうやってあのピアノの鍵盤を動かすということもできますし、テーマカラーをこうやって調整してあの、まあ、そのキャラクターが好きならもちろんそれにカスタマイズして楽しむということもできます。実はコード進行も自動的に解析している結果がアクセスできるようになっているので API で使えるので、これはそのコード進行のコードの解析結果というのをうまく使っている事例になります。それがあそこの鍵盤のところで表現されている。結構これサビのところでわーっとくる作品ですよね。そうですね、なんかエンディングも特徴的だったような、はい、あのなんだろうな、こう前編を通してやっぱり飽きさせない工夫があって、うん、さっきあの感想の部分は違う演出が出たりしましたよね。でここの部分は急にあのタイピングっぽくなったり、でちょっとネタバラシをしていいのか、これあの自分であの見ていただきたいところもあるんですが、一応あの前編紹介したいということで、曲の歌詞が終わった後ですね、あのちょっともしかしたらこれスクリーン見にくいかもしれない、あの本当にあのお家に帰ってぜひ見ていただきたいんですけど、あのコレクティングって言ってこれまでの歌詞が逆流していってこうやって集まっていくという演出があり、最後にという、そうですね、一曲通してストーリーをなんか構築してるっていうところが非常にこれは魅力的でした。はい、で、エントリーナンバー9番は、歌郎さん、歌郎さんの、グリグリリックという作品です。グリグリとは何かということなんですが、はい、このように、前面から歌詞がこううわーっと、まあ、真ん中にこう集合していくという演出が楽しめるものなんですけど、これあのマウスカーソルを動かしているのをお分かりになりますかね。マウスカーソルをこうやってあの動かしてあの歌詞のこの塊をこううわーっと動かして楽しめます。あのまあ、結局その文字がどんどん被っていってこう見にくいんですけど、これがマウスカーソルでこうやって動かすことによってで前に出てくる部分が変わるので、あのまあそれで楽しみ方がいろいろになっているということと、あと当然これどんどん文字が増えていったら大変じゃないですか。その辺もあのちゃんと考慮されてます。この後ですかね、そろそろ文字が見にくくなってきたなと思ったら、サビに入るとこうやって逆に文字が解放されるような演出に変わって、文字が外側に今度は流れるようになります。これ後ろの部分は普通 の, あのミュージックビデオなので、あの手前の歌詞の部分に注目いただきたいんですけど、まあ、そこがこうインタラクティブにこう、これもやっぱり触るとグリグリする感じが分かるので、ぜひあのパソコンで実行してみてもらいたいなと思います。あ、そうですね、我々の評価ポイントはあくまでこのやっぱインタラクティビティというか、こう、はい、実際にこう触って楽しめてこうやって演出がいろいろとこう凝ってるなというところですかね。なんかリリックビデオってビデオっていうなんか平面な感じがするじゃないですか。だけどなんかリリックアプリとしてなんか皆さん作ってるあのなんか表現って結構立体的なんですよね。疾走したりとか、なんか
そうですね、流れたりとか時間によってちょっとなんか向きが変わったりとか、それがすごくなんか面白いなと思いました。なんか没入感がこうやっぱり違うなと実際に試してと思ったのはですね、はい、というわけで次に行きます。これが最後ですかね。エントリーナンバー10番、カルクロボットさんのインフィニットサイバートンネルという作品です。でこれはまあ、タイトルが割と縄体を表すみたいになってるんですけど、トンネルの中をキューブがこうどんどん進んでいくという、演出です。でタイミングよく真ん中のそのキューブに歌詞が出ています。でこのまあインフィニットって言ってやっぱ無限に続くっていうことですよね。ずっとこう、まあ、どんどん先まで続いていって、曲の最後まで本当にもうこのトンネルをずっとくぐり続けるんですけど、飽きない工夫としてやっぱりその先ほど、まあ、3D で没入感があるって話しました。その没入感を高める工夫が割と細かく入っていて、このワイヤーフレームにしてちょっとこう、まあ、抜け感を出してるっていうこともありますし、この背景にですね細かくパーティクルが散ってるんですよ。白いパーティクルがあることあるおかげでこう自分がどっち向いてるかっていうその感覚を体感覚がかなり得やすくなっていて、まあ、それでこう酔いにくいというか、まあ、そういう、まあ、VR 的な、配慮って言ったんですかね、そういうのが、見られる作品だと思います。まあ、そのリリックビデオとは全く違うそのリリックアプリの世界だなっていうのをこれを見て思って、なんかこれでリリックビデオっていう成立する世界ってあんまり少ないじゃないですか。でもこれリリックアプリでこうやって見ると実際にそれが面白いなっていうところがあります。そうですね、まあ、一応ブラウザーで動くっていうようなまあ条件であれば、まあ、VR 的なものとかでもいろいろ環境を変えて動くと思いますので。そうですね、これ実はこの作品もスマホで動くことを確認してます。はい、というわけで本当はもっと長時間、紹介したいところ駆け足で、10個紹介させていただきました。というわけでですね、この10作品の中から、今回、ご応募をお願いしています。でですね、ここから先はちょっとエキストラステージということで、我々本当に悩みました。31作品あった中で10作品を選ぶというのはなんだろうな、その本当に、まあ、上から順番にスコアリングしていけば、まあ、切ればいいじゃないみたいな話かもしれないんですけど、とてもなんかそう素直にはいかなくてですね、そのちょっと、悩みと楽しみをちょっと皆様と共有したいということで、今回10作品投票対象には入っていないものの本当に惜しかったあるいは、取り上げたいと思ったものを5作品特別に、紹介させてください。ここは加藤の独断と偏見コーナーということで、偏見じゃない独断コーナーで、ここは何が紹介されるか実は我々は知らなくてですね、加藤がなんか熱い思いでなんかどうしてもちょっと紹介させてくださいって言ったのいいよっていう感じで今からやります。まあ、ちょっと語弊のある言い方でしたが、やっぱりその悩むんですよ。で、悩んで、どうしても線画になってしまっている理由も当然あって、これはですね、これパソコンで見た画面です。スマホでも同じように滑らかに動くという特徴があって、かなりそういう意味では完成度の高い作品だと思います。でこうやって気持ちよく出る演出もやっぱり良くて、これ今星型ですけど、これがサビで四角に変わったりとか、まあ、いくつかのパターンが切り替わるっていう良さがあったりするんですが、これちょうど真ん中ハートになってアニメーションしてますよね。選びたいじゃないですか。これは、実は古いスマホで一切動かなくなってしまうということだったり、あと実は最新のブラウザでフリーズするという問題があってですね、どうしてもその皆さんに試していただくアプリを試すコーナーを今回応募サイト上に設けてるんで、そこの部分でどうしても今回線外にせざるを得なかったというものです。パソコンのブラウザでなかなか難しいところがあったというのが、そうなんですよね。で、次は、こちらは、言葉集めゲームで、ヤシノミさんという方の作品です。ゲームです。で、まあ、音ゲーみたいになっていて、まあ、文字ごとにこう演出が違うというか、その出てくるものブロックが違ったりこう、まあ、ちゃんとヒットした時の演出もしっかりしてるみたいなところがあって、これも実は、悩みました。やっぱりゲームとしてインタラクティビティがあってこうハマれるかもしれないみたいなのもあったんですが、強いて言えばこれゲームっていう名前がついている割にゴール条件がなかったりするんですよ。スコアがついてないとか、ゲームとして見たときにどうしても一歩及ばずということで、申し訳ないんですけども選べなかったものの、僕は楽しく遊んでましたというものでした。はい、
で、次が、ミュージックスライダーでして、これはスライダーっていうのはですね、まあ、ジェットコースターです。ジェットコースターで、歌詞がタイミングよくこうやって出てくれると。これ今背景に PV があるんですけど、これ実際に起動したら PV は出なかったっていう、まあ、実装上のちょっとあの問題もあったんですが、あとこれそうですね、ビートごとにちゃんとこの、曲がっていくっていう、そのコースが曲がって自動的にコースが計算されてるっていう、結構凝ってます。でこれ先まで見通せるんですよ。つまり1曲全体がどういうコースになってるのかが見えて面白いじゃないですか。でしかもこれマウスで、画角を変えられるって良さがあったんで、そのまま評価ポイントになりそうだったんですよ。で実際にいいよね、僕らがいいよねって言ってたんですけど、実際に試した時に環境によってこう画角が選べるっていうのは、逆に言うと画角を選ぶインタラクションをうまく設計しなきゃいけないってことなんですよ。そのなんかちょっとマウスを下手に動かした時に自分がどこ見てるか分かんなくなっちゃうみたいな問題があって、それで惜しくもという、感じでした。はい。で、これ最後かな、これ最後の、エモテキストビューワーというやつで、こちらは、Vue.js という、フレームワークを使って作られているもので、曲の選択インターフェースが上にふわっと出てきたり、下で、まあ、その音楽の、まあ、いろんなコントロールができたり、まあ、歌詞の頭で今しましたけど、こうやって、まあ、アニメーションが出てきて、サビになると、まあ、ちょっと演出が変わったりします。でそういう、なんていうか実装上の完成度の高さというのは非常にこう、まあ、評価が高かったんですけど、多分ですね、プロジェクターで見ると色薄いと思うんですけど、実際にパソコンでプレイしても色がちょっと薄かったりして、そのどうしてもそのなんですかね、これ今ちょうどサビですね、豪華になっていると言われつつもなかなかその乗り切らないみたいなところがあったりして、それで惜しくもという感じのものでした。こういうふうに実装上やっぱり工夫されている方というのは私としてもかなり高評価したかったところではあるんですが、これなんかはちょっとそういう、ところがあったというものです。最後の一つは、ミクミク劇場というもので、IRIHS イリスさんですかね、です。これはですね、冒頭から、見た方がいいものなんですけど、アプリ起動すると幕が上がります。で真ん中にPV が出てくる。そのこれまでのその作品って割と PV が、邪魔者扱いというかですね、こう隅っこにあるというものが結構多かった、あるいはその、まあ、背景に前面で貼ってるものが多かった。これはPV を見るとはどういうことかということをいろいろ考えられて作った作品なんだなというふうに思いました。こうやってステージの真ん中にこれが出てて、この周り のステージの素材なんかもご自身でクリスタで書かれたというふうに書かれてました。で、歌詞が、上から下にこうやって流れていくというものをですね、でサビになるとこうやってまあ、ちょっと、背景色が変わるみたいなのがあったんですが、これはですね、やっぱ前編を通してそのずっと見続けるという観点でちょっとその変化に乏しかったかもしれない。その割とですね、今回しっとり系の作品をなかなかこう評価するのが難しかったので、やっぱりその前編通して飽きさせないみたいなところでちょっと不利に働いた可能性はあって、これ最後まで見るとですね、ちゃんと幕が最後閉じるんですよというところまで、ご紹介して、このエキストラステージを、終えたいと思うんですけれども、こうやって最後にこれ本当にブレスやブレスに合わせて作られてるんですね。一応他の曲でも動くとは書かれてましたという、内容でですね、エキストラステージ、すみません、私お時間いただいて、お送りしてまいりましたが、改めてプログラミングコンテストについて、そうですね、ちょっと今のエキストラステージのところで はい、私から補足があるんですけど、最初にあえて独断でって言ったのはですね、まあ、今のは加藤のポイントなんですが、私から見てもこれ入選させたいっていう気持ちのものがいろいろあったりとか、伊藤さんから見てもいろいろあって、それぞれが実は結構本当に接戦だったんです。すごい悩ましい状況で、それがお伝えしたくて、あえてこれがよく辞典ですというよりは他にも辞典がいっぱいあったんです。で、実際にあともう一個はですね、加藤があたかも審査委員長かのように見えちゃったかもしれないですが、実は今回クリプトンの企画ということで、メインではクリプトンさん側で、まあ、最終的に決断をいただいてます。であくまで我々産総研側は補助的にちょっと審査にご協力させていただいたということで、クリプトン内でもいろんな審査がの方々がやっていて、そういう方々もここにいらっしゃらない方も含めて、やっぱりこれあげたかったなっていうのがあるぐらい、結構おーっていうような作品がいっぱいありました。なので今回惜しくも10作品入ってない方々もですね、ぜひですね、もうちょっとブラッシュアップすると実は入ったっていうのもすごいたくさんあったという印象でした。
あのポケットミク使ってらっしゃる方もいましたよね。そうですね、あのハードウェア使ったりとかすごいいろんな工夫をされてる方が、学研さんで昔あの出したあの歌う、あ、まあ、あの USB でつなげる、あのタイプ あのちゃんとデバイスつないで試してます我々も。そうですね、うちの会社も あるので、あのちゃんとどこに回るんだとか思いながら審査をしてました。それ、まあ、あとカメラを使って、あのいろんなそれの上に頂上を表示するものとかですね、 AR 的なもの、あの、はい、まあ、VR ゴーグルを使うものとか、本当にあのアイデアとして素晴らしいものはいろいろあったので、あのできれば全部ご紹介したいぐらいの本当に素晴らしい作品がいっぱいありました。で、あの実際応募した方々があのご判断でですね、もう公開することは昨日からできるようになってますので、あの実際にそういった形でアピールいただけるのも非常に嬉しく思っています。こういうマーカーつけて、マーカーと一緒に、ね、あの提供されていた方もいました。そうですね、はい、置くとなんか、まあ、出るっていうのは、はい、はい、では伊藤さん、ここからの流れを、はい、はい、それでですね、あの10作品今日はあのご紹介させていただきましたが、これあの、ユーザー作品、ユーザー投票を、実施して、あその、まああのまあ、我々だけじゃなくて、あの街角未来、あの皆さんも参加して、まあ、文化祭的にやっているところもありますので、ユーザー投票も、皆さんがいただきまして、その上で優秀作品を最終的に決めたいと思ってます。で、先ほどお話しした通り、1人1票です。で、ミクナビで、投票していただく形にするんですが、いつまでだっけ、12月の2日、来週ですね、はい、23時59分の、深夜まで受け付けます。ぜひぜひ、まあ、実際にですね、自分の目で見て、そして実際ブラウザの上で動かしてみて、あこれはなんかすごいなとか、なんかいろいろその感想もそこで持っていただきながら、ぜひ投票していただければ嬉しく思います。で最終的にですね、発表、優秀作品の発表は、東京です、マジカル東京、12月18日から始まりますが、そこで発表をする予定です。会場で発表する予定になっておりますので、それまで入選の10作品の作者はどうぞお待ちください。そしてまだ入賞っていう状態の受賞されてるわけではなくて、はい、入選という段階なので、ここから先の皆様の投票が非常に重要になります。はい、であとミクナビの投票は1回したら後から変えられないらしいので、慎重に投票お願いします。うっかり間違っちゃうと戻せないので、ぜひ全作品を見ていただいた上で投票いただけると嬉しく思います。ビデオと実行と両方ができるのと、はい、実行も、まあ、ちょっとスマホではですね、一部動かない作品があるので、できればまあパソコンで動かしていただけると、その作った方の思いがちょっと受け止められると思いますし、まあ、スマホの環境しかない方はもうビデオは全部見れるようになってますので、ビデオだけでもですね、見ていただいて投票いただくっていうのも非常にありがたいです。はい、ぜひ楽しんで選んでいただきたいなと思います。というところですね、そろそろ実は、お時間が迫ってきていまして、まあ今日こうやっていろいろとご紹介してまいりました。私含めこの3人からプログラミングコンテスト全体に関して、一言ずついただいて、この場を締めようかなと思います。じゃあ先生さんが私から私テキストライブの研究開発をやってきていて、今回このプログラマ向けの、API というのを出せて、まあ、ある意味その本職のプログラミング体験を支援するというところで、まあ、ようやくですね、そのプログラマの方のクリエイティビティをこうフルに活かせる環境を提供できたかなと思って、そういう意味ですごく感慨深く思ってます。で、それをさらにですね、我々その9月に初公開したわけですよ。そうすると当然それを使う側のプログラマの方々も初めて見る API を前にこれだけの作品を作ってくださったということで、私その熱量に本当に圧倒されました。で、やっぱりこういう試みって今後も続けていきたいなと思いますし、個人的にはもうこういうのどんどんやりたいなと思うぐらい、本当に応募者の方々 の熱意、そして、まあ、その費やしてくださった時間ですねに感謝を、申し上げて、私からのコメントとさせていただきたいと思います。では、私からいきたいと思います。まあ、こういうコンテンツの表現というのは技術の力がこれまでも切り開いてきていると思うんです。まあ、音楽で話してみても、ではピアノとかギターって今当たり前の楽器ですが、あれも登場した時は先進的な技術だったわけです。で、初音ミクのような、まあ、歌声合成もやっぱりその技術がいろんな表現をとか文化を切り開いていきました。で、
まだまだ今も過渡期だと思ってます。あのミュージックビデオというあのフォーマットが、じゃああれが最終結果というとそうではないわけですね。じゃあ今回これでミュージックアプリというふうにさっきもあの話で出ましたが、ここにアプリケーションの形、インタラクティブの形で音楽と他の映像表現がつながっていったりっていうのがまだ次のステージとして広がりますし、その先にはもっともっと違う表現が技術の進歩とともに出てくると思っています。そのやっぱり技術がコンテンツの表現を切り開くというところが我々学術研究をやっている立場からも非常にやっぱり未来だと思って、だからこそ我々がこれを直接やっているわけですが、あのそれだけではなくてこれがやっぱり多くの方々が使って初めてそういう文化とかコンテンツのその広がりになっていくわけです。なので我々はあくまでこう裏方として道具の部分までしか作れないんですが、今回のような機会をあのコンテンツの機会をいただいたのは非常に嬉しく思ってまして、こういう機会で皆さんに直接使っていただいたりとか、あとはこの API は今後もまだずっとこう無料で使えますので、実際この API を今回ので興味を持っていただいた方が、じゃあこんな API があるんだったら次はこんな表現をしようみたいな形で、そのクリエイターの文化、さっき の, あのクリエイティビティというのが実はあの音楽を作る人や動画を作る人だけじゃなくてプログラマーもそうだし視聴者もそうだし、まあいろんな立場の方のクリエイティビティが引き出されていくような、そういうようなコミュニティを、まあ この会場にいる人たちはみんななんか同志だという感覚がお互い持っていると思うんですが、こういうコミュニティをやっぱりこの先ももっともっと発展させていきたいなというふうに思っています。今回あのコンテストに参加いただき本当にどうもありがとうございました。はい、改めまして、この、プログラミングコンテスト、その、まあ、企画というか、まず最初に技術ありきでしたけども、テキストアライブアップ API を開発をしていただきます。まずはあの申し上げます。ありがとうございます。でその上であのコンテストを実際に、企画し開催をし、実際に、まあ、31作品ということは31名の、まあ、多分重複があるかどうかちょっとあの確認はできていませんけども、でも、名前が違うので多分31名、というか、まあ、チームで参加された方もいるので31チームの、方があの参加してくれました。あの最初 の, あのこういったその、まあ、特にそのあのプログラミングコンテスト結構敷居が高いと思いますので時間もかかりますから、そういったそのなんか、まあ、試みの中では本当にたくさんの、応募が あったと思います。31名のチームの、方々本当にありがとうございます。まずは感謝申し上げます。でその上であの今日、まあ、あのリリックビデオからリリックアプリというようなその話をあの加藤さんの方でしていただいて、でまあ、リリックアプリっていうことをいきなり聞き出しても、一体それはどんな価値を持つんだ、一体それは何なんだっていうことでなかなかイメージがつきづらい、まあ、その類のものというか、まあ、それほど新しいものだと思うんですね。だけども、まあ、先ほど後藤さんがおっしゃってたように、まあ、ミュージックビデオとかそれから、まあまあ、ニコニコ動画とか YouTube とかそういったプラあの動画を配信するプラットフォームがすごくなんかあの有用であるということを我々はまあ全然もちろん知っているわけなんですけども、多分30年前の人にそういった話をしてもなんかあのいや歌声 の作るソフトをあの作ってみんなが投稿してそれをみんなが聞くんだよ、そこからスターが生まれるんだよって言っても30年前の人にとあのちょっと頭がおかしいのかなみたいな感じでちょっと なかなかイメージがつかないっていう部分があると思います。じゃあ30年後の、まあ、未来人に対してまあ、我々が今やっているようなそのリリックアプリだとかあとまあ VR だったりとか、まあ、いろんな表現がその、まあ、音楽をその、まあ、取り囲む表現がこれからそのなんかまあ生まれてくると思ってますし、そういうものが今なかなか新しすぎて、まあ、なかなかその理解がしづらいというところもあるかもしれませんけど、多分30年経ってなんかその未来人にはなんか、まあ、音楽を出すときにあのアプリみたいなもので、まあ、夜はこんな感じで昼はこんな感じで流れて、あの時間の計画とともになんかちょっと、まあ、コンテンツの中身が変わったりとかその PV みたいなものもなんか朝見ても夜見ても同じじゃなくてなんかそこはなんかインタラクティブになんか生成されるっていうそのなんかその自己環境みたいなものがあってもそれは全然なんか未来人っていうか未来 の, そ の, なんかあのエンターテインメントの、世界では当たり前かもしれないわけですよね。でそれはまあちょっと未来になってみないとわからないんですけども、でも必要なのは、こういったその、まあ、あのプラットフォームというかインターフェースが、まあまあ、ありでそれをいろいろ試せるっていう、昨日もあの後藤さんと話をしたんだけど多様性っていうものがすごく大事だと思ってます。あのいろんな方がそれを試して、まあ、実際にそれを、まあそのまあ、自分自ら作ってもいいですし、そういった場が大変あの非常に大切だと思ってます。でマジカル未来、7年目で、今年も
なんとか皆さんの協力いただきながら平穏に、まあ、マスクをしながら開催することができて本当に、まあ、嬉しく思っているんですけども、まあ、マジカル未来もそういうようなことでずっとやってきています。クリエイターさんというか、まあ、あと、まあ、すごくプロのなんか偉い人がだけが作るんじゃなくてみんながそういったそのチャンスがある、でそれチャンスがあるというかその作るというジャンルも音楽だけじゃなくてイラストもあったりとかもういろんなジャンルがあってそこにプログラミングっていうその新しいそのなんていうかそのジャンルがまあ加わったと思います。でこれがどういうふうにこれからその発展していってどういうふうにその社会を変えていくかということはまだわからないんですけども多分でもまあ、ボカロとかもそうだったように、まあ、社会に対してすごくインパクトがそのと、まあ、生まれる場所でもあると思ってるんですよね。なので今日体験していただいた皆さんもその中にはプログラミング自分でもちょっとやってるんだよねっていう方がいらっしゃると思いますんでぜひなんかいろんな形でそのチャレンジしていただいてなんか新しい表現をですね、まあ、作ってそれでいろいろその試してみてください。その中からまた新しい文化が生まれてくると思ってますし、ぜひ使っていただくその機会にしていただければありがたいなと思います。はい、もう時間になりましたが以上です。はい、はい、それじゃあ最後に、応募者の方に拍手して終わります。あ、そうですね。じゃあ本当にコンテストに応募いただいた方に、はい、はい、31チームの応募いただいたすごく先端的なプログラミングチームの皆さんに拍手したいと思います。じゃあ皆さんも一緒に拍手をどうぞよろしくお願いします。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、ではここで終了します。ありがとうございました。